第4問、これも難しいな。まだ言ってないし。ヒント1、私に関する国際協会が存在します。この協会が認める婚姻の私の人数は全部で120人。はい、はい、日本人はそのうち1人です。ロックされちゃうと。分かってないよ。ロックの正解です。ゲルさん、あのギネス協定委員会のやつっていうなんかやばいな。ヒント2、ここはとっても5ポイントです。ヒント2、毎年7月デンマークで私に関する会議が開かれています。はい、みんなあの教会という言葉にとらわれすぎです。ねのおくん、そう、120人、公認の人が120人。これでもめちゃくちゃ難しい。よく、僕よう分かったなって感じで青いのに決まるわ。サミットではございません。あ、これだから業界にも関わるというかもしれないですね。続いてヒント3いきます。ヒント3、私になるためにはその協会が定めている条件をクリアしないといけません。1、結婚していること。2、子供がいること。3、120キロ以上であること。そうか。はい、白木さん正解です。ちょっと待ってください。はい、白木さん3ポイントゲットですね。はい、2番手いきましょう。はい、2番手も正解です。2番手も3ポイントが正解です。はい、質問2ポイントになります。条件をクリアしてもその後開かれる実技科目をクリアしないと正式な私になりません。この正式な実技科目、あれですね、内容が衣装を着た状態で 50m の全力疾走。いや、これだけ聞いたら分かんない。これ結構もうトリビアに近い、豆知識に近い状態になってますね。でもよく考えてください。一番大事なヒントは多分120キロ、そして衣装、ここです。みんな、え、みんなごめん、考えてる人お風呂入ってんの？気持ちよさそう。ダッシュ、ダッシュは関係ないね。まあ、もうちょっとヒントいきます。もうちょっとあの出しましょうか。その実技試験の内容、はい、まあ、衣装した状態での 50m の全力疾走なんですけども、とあるものを登らないといけないです。とあるものを登って含めての 50m。 とあるものを登る、そうですね、まあ、競技選手ではないですから。120でしょ、わけだろ。はい、なんかまあ、それみたいなのもいいと言う。あと、あのこれになりたいと思う人が、まあ、果たしてコロナにそんなにいるのかっていうところになるんですけど、厳しいから120人になったわけではなくて、うん、120人という人数なのかもしれないです。ラスト行きましょうか。はい、ヒント5、
その協会が定める私の主な仕事は福祉施設や小児病棟などを訪問しプレゼントを配ることです。レセモアライフではあんな動画やこんな動画いろんな映像が盛りだくさん、みんなクリックしてね。イエーイ。